こちら世界自然遺産への登録も決まった沖縄県の西表島、豊かな自然に恵まれた生き物たちの楽園です。西表島の海でごくごく普通に見られる巻貝の仲間クモ貝、横からよく観察してみると、おや、貝殻の一部がめくれ上がってまるで穴が開いているようになっていますね。調べてみると、すべてのクモ貝が同じところにこの穴を持っているんです。何かのアクシデントでたまたま削れてしまってできたものではないようです。貝殻のこの穴、実はクモ貝の生活の中でとっても重要な役割を果たしているんです。一体何のための穴なのか。わお、アメイジング。そのまましばらく静かにクモ貝の観察を続けていると、うわー、なんだこれ、穴から変なものが出てきました。そうなんです、実はこれ立派なクモ貝の目なんです。貝にもちゃんと目があるものがいるんです。中でも巻貝の中にはこんなまるで漫画みたいな目をした仲間がいるんですよ。はい、穴から目を出して周りを伺ってちょっと移動。再び穴から目を出して危険がないか確かめております。というわけで貝殻の穴は目を出すための穴でした。それにしてもこうして見るとなかなかインパクトのあるシーンですね。ちょっと怖くて迫力のあるクモ貝の目でした。